ラロシェルは、フランス、ヌーベルイコールアキテーヌ地域圏、シャラントマリティーム圏のコミューン、ビスケー湾の入り江にある港湾都市、大西洋で漁を行う、際の漁港としても重要な役割を果たす。かつては、フランスの西海岸最大の漁港であった。また、12世紀頃からは貿易港としての役割も、持った。近隣の都市としては、約120キロ北に、 なんと、120キロ北東に、ポワティエ、150キロ南に、ボルドーが位置している。沖合には、バカンス地として、有名なレシマや、オレロン島がある。ラロシェルの方位10世紀以前には、ラロシェルの名は文献に登場しないが、大西洋への交通の用路に位置し、開港として繁栄した。12世紀には、都市特権を得た。1293年に、イングランド軍などの襲撃を受けた。 このことは、イングランドとフランスの関係を悪化させ、翌年からの義援の戦争を導く背景になった。百年戦争の背景も、三照金星に入ると、プロテスタントの画像となった。そのため、16世紀後半のユグノー戦争においても、カトリック勢力の激しい攻撃を受けたが、この際は守り切った。しかし、ルイ13世、地下1625年9月に、 最初、リシュリューによる攻撃が行われた。当時、プロテスタントの王国であったイングランドは、この攻撃に驚き、ラロシェルを救うために大艦隊を派遣した。そのため、リシュリューは再び兵を整えて、ラロシェルの包囲を断行し、1627年8月14日から1628年11月1日に、及ぶ、包囲戦を経て、同志を陥落させた。アレクサンドル・デュマの小説。 三重市では主人公ダルタニアンと三重市がこの戦いに参加している。第二次世界大戦中はフランスを占領したドイツが潜水艦基地を建造した。ノルマンディ上陸後に連合軍によってフランスの各都市が解放されたものの、ラロシェルはカレーなどと並んで最後までドイツ軍が保持した場所の一つで、1944年9月から1945年5月まで、 連合軍による包囲戦が行われた。潜水艦基地は現在でも残っており、U ボートやレーダース、失われたアーク、世紀の撮影に使われている。歴史的な建造物も,も保存されている。急行の入り口にある14世紀から15世紀にかけて建造された2つの塔は、左がシェーヌ塔、右がサンニコラ塔というもので、2013年現在サンニコラ塔は、 レッドブル、クリフダイブの舞台にも使われている。他にも18世紀の三類大聖堂といった建造物がこの地域には現存している。出典、1999年まで、LDH、イヘス、カシニー、2004年以降 INSEE 詳細は、カテゴリー、ラロシェル出身の人物を参照。ありがとうございます。